阪神マジェンオフという球場選手の公開練習になっています。よろしくお願いします。やつが…あれ？あ、詰めろ詰めろ、はい、ちゃんと受けろ、はい、受けろ受けろ、サイド回れサイド回れ、あ、はい、サイドサイド、はい、詰めろ詰めろ、はい、いけいけいけ、あ、サイド回れ、はい、サイド回って回って、あ、詰めろ、はい、ちゃんと受けろ、はい、いやー、詰めろ、じゃあ公開練習始めます。お願いします。はい。お願いします。お願いします。そうですね、一応やったソフトがモンスターハンターということで、僕にとっては初期のケアマックスから活躍してる小比類巻選手っていうのはモンスターなんで、まあ、小比類巻選手を借りたいからモンスターハンターみたいな。で、まあ、一応セコンドがサイドに回れとか、まあ、もっと詰めろとかをアドバイスしていただけたんで、僕もちょっと気合が入ってですね、いつも以上にゲームに熱中してしまいましたね。モンスター借りたんですか。はい、モンスター借りたんですか。モンスターも借りました。ボコボコですよ、はい、フルボックですよ。実際どうなんですか、小比類巻選手に対しての対策とか。はい、一応、はい、大宮さんとトレーナーの大宮さんと一緒に考えて、いくつかそのパターン練習というのをしてて、まあ、それが決まればいいんじゃないですかね。いい方向に、まあ、勝てると思いますよ。モンハンからもなんかヒントを得たら。そうですね、まあ気持ち的な問題ですけどね、前へ前へみたいな。小比類巻選手が優勝するんじゃないかっていう声が結構あるんですけど、はい、それについてはどうでしょう。まあ今僕がなんていうんですかね、2年目でマックス出てるっていうことを、日本代表決定に出てるっていうのを、まあ去年の2月ですよね、うん、時に想像できた人がいるんですかって感じですよね。まあ多分その一発で終わって、もうマックス出て K1 出てこへんやろって思ってる人が大半やったと思うんですよ。まあそれと同じこと今回も起こしてやろうと思ってるんで、まあ、逆にそういう声は嬉しいですね。気が楽です。今練習っていうのはどういう感じでやられてるんですか。練習はまあ K1 オフィシャルに出てると思うんですけど、ほぐみっていう京太郎レンジャーの京太郎くんのフィジカルトレーナーっていう
古谷さんという方がいるんですけど、まあ、古谷さんについて週、まあ、ウェイトフィジカルトレーニングをして、でまあ自分ワークは普通にシルバーフルやらせてもらってって感じですね。上京してきたのって、はい、12月ですね。その目的は何でしょう。後悔したくなかったんで、自分の中でなんていうんですかね、納得のいく環境で勝負してみたかったっていうのと、結構こっちにその格闘技じゃないんですけど、なんていうかな、まあ整体してく、まあケアの先生、ケアしてくれる先生とかで、まあ大宮寺さんでフィジカルトレーナーっていうのは、このなんていうんですかね、ジムと体とケアとやってくれる人が見つかってたんで、まあその環境でまあ一生懸命やってみたいと。あとでなんていうんですか、東京行っときゃ俺もっと行けたんやって言いたくなかったんですよ。こんなん夢やったら初めから東京でやってみたかったんで。秋葉原の方は？そうですね、たまに行かせてもらってますね。まあ、試合前はさすがに行けないんですけど、まあ、秋葉、中野、池袋、まあ聖地はいっぱい回ってますね。じゃあまさにアニメと格闘技と両方。そうですね、なんか幸せなことですね、両方好きなことをやらせてもらって。シルバーウルフに決めた理由っていうのは、はじめはまあマサさんを見たかったっていうので出稽古させてもらったのがきっかけで、でその中で70キロの台の選手っていうのの数が多かったっていうのと、あと大宮寺さんの教え方、指導方法に自分がまあ自分のトレーナーの三好に近いものがあったので、まあいいんじゃないかと思いまして。マサ選手の栗巻選手を攻略する方法っていうのは参考になることって結構ありますか？東京マサ選手って栗巻選手に対しては結構強かったじゃないですか。はいはい、その攻略方法っていうのは参考になるとこありますか？どうすかね、あんまりそこは意識してないんですけど、まあ、自分は自分の攻略法をついていこうと思ってるんで。あとはたまにそのヌアトラーニトレーナーがあのまだジムにおるんですけど、まあ、ヌアトラーニが、まあ、たまに教えてくれます。コーヒーコーヒー大丈夫大丈夫ってみたいな、めっちゃ軽いノリなんですけど。ヒルガ選手の弱点はどこら辺になると思う？それ言ったらダメでしょ。まあ、なんでしょうね。それちょっと禁則事項になってしまいますね。そこで言っちゃったら、僕つく穴なくなっちゃうんで。まあ僕だけじゃなくって、トレーナー大宮寺さんとか、その大阪の三好トレーナーとかで、まあいろんな人で考えてくれてるんで、まあ結構いいアドバイス、いい穴やと思うんですよね。東京に本腰据えるようになって自分で変わったなっていう手応えみたいな、そうっす、充実感っていうのはすごい得られましたね。まあ秋葉原とかその遊ぶっていうの以外にも、まあなんていうのかな、毎日決まった時間にジムに行って決まった時間練習してっていうのが、あ、僕の中ではいいっすね。充実した充実感を得れました、それが。まあ、あとスパーとかが強い選手ばっかりなんで、それとやるだけでも。スパーリングの量とかって増えてます？試合に向けてっていう。結構シルバーウルフはスパーはまあなんあまり変わんないですね。やりすぎない程度っていうか、なんスパーはまあ。毎日決まった量だけやってる感じですね。ちなみにジムに行く練習時間、決まった時間って大体何時間ですか？時間ですか？大体4時スタートですね。4時、7時ですね。フィジカルトレーニングされて、はい、体が大きくなった部分とか、なんか筋肉ついたかっていうのは全体的に変わったと思うんですよね。あと、なんか体重も落ちやすくなりましたね。まだまだなんか体もでかくなるというか、今筋肉つきやすい体だと思ってるんで、まあ、伸びしろは自分でも
実感してますね。去年のマックス以降、なかなか思うような結果が出せなくて、はい、今年に向けて危機感じゃないですけど、自分なりに今年こそっていう。そうです、危機感はありますね。けど、それはその危機感がちょうどその前回のマックス日本トーナメントと一緒の危機感なんですよね。まあ、なんて言うんでしょう、もうやるしかないやろっていう、自分出さなもう無理やなっていう、なんかな、まあ、危機感はすごい感じてますよ。例えばなんか入場でね、コスプレもやめようとかっていう、はい、それね、多分ね、それやめるときは自衛を引退するときだと思いますね。なんか、なんていうんですか、結構その K1 出るから僕コスプレしたっていうふうに結構その周りから思われてるんですけど、そうじゃないんで、僕デビューからずっとこんな感じでやってるんで、それを今更ここに来て帰るっていうのも尺に触るんで。そういった危機感で迎えるトーナメントの対戦相手が入間選手ですけど、はい、それに対しては何かありますか、行ってこいだというか。まあ良かったんじゃないですかね、そのなんて言うんでしょう、誰もが知ってる小比類巻選手、そして誰もが見て最近面白くないことをする小比類巻選手と、入場から面白いことをするジェンオスと、それがまあどう化学反応を起こすのかっていうのはまあ面白いんじゃないですか、リングでも、まあリングの中でもそうですけど。前 K1 マックス高成績の頃はまあ、正人さんよりも小比類巻さんが好きだったっていうのを聞いたんですか。はい、そうですね、小比さん好きでしたね、かっこよかったんですよ、なんか倒すし、なんていうんですかね、ストイック、なんか線香をジューってやったりとか、壁をずっと蹴ったりとか、まあ、作られたんかなって思われながらも、けど好きやったんですよ。けどそれ多分高校生ぐらいなんですよ、高3ぐらいなんですけど、最近の小比類巻選手に、その僕が憧れた小比類巻さんは全く思って感じないので、多分それはもう、まあ、僕がまあそう感じなくなったってことは、まあ引導を渡したいなっていうふうに感じてますけどね。まあ、一種の世代交代的な。そうですね、もういいでしょう。まあ、そんな小比類巻選手は、ジェンオス選手のことを、まあ、生理的に受け付けない、嫌いとしてますけど、はい、それに対しては。いや、きついっすよね、生理的に受け付けないって、僕も一人の人間なんでね、そんなこと言われたらね、その、なんていうんですかね、心に病を持ちますよね、心、なんか、なんていうんやろう、精神的にショックですよね、悲しいですよね、一時は憧れた人にそんなこと言われるっていうのは。言うけど、まあ、まあそこまで言うんやったら言えばいいさと、その代わり、まあ、仮にもう僕が勝ったらもういいでしょ、引退してくださいと、まあ、生理的に受け付けないやつに仮にまあ負けたとしたら、そんなもう屈辱はないでしょ、そんな屈辱をねテレビの前でさらしたら、引退していただいたらいいんじゃないでしょうか。もうそういう気持ちでもいいってことですね。そうですね、僕はもうそういう気持ちですよ、世代交代というのもあるし、そこまで言われたら絶対お前引退しろやみたいな感じで。ちなみにちょっと話変わりますけど、なぜ先まで普通に練習にその格好で囲みがされるんですか。いやまあ一応練習は練習させてもうたんですけど、やっぱ映像残るじゃないですか、囲み会見って、清掃しとかないとね、失礼かなと思いまして。一般社会人としてのマナーを守ろうかと思いまして。ちなみに今日の衣装は、これエンジェルビーツっていう作品なんですけど、4月から TBS で新しく放送されるアニメなんですよね。ぶっちゃけまだライトノベルで
アニメ化されてないんですけど、ごっつあの広告のなんていうか PV 見てたらハマってしもていいなと思って、それでまあ勝手に番宣したらなんかいいこと起きるかなみたいな淡い気持ちで。なんていうこれはね、何やったっけな、ゆあれ忘れてもだ、ゆ何でしたっけねあれ忘れてもだ、さっきまで覚えてたのにな、ゆまゆ、ちょっとググってください、すいませんあのエンジェルミートの公式に載ってるんで、確かゆなんとかです、主人公なんですけどね、ちょっとあのいろいろ言うこと考えてたら飛びましたね今回の入場は3パターン用意してる感じですか、はい、そうなんですよ、3パターン用意して、ついこの前あの大阪からですねマネージャーの方であの上京しましてですね、ダンサー10人用意しまして、その10人の身長から身長体重スタイルを見てですね、どのキャラクターが合うのかなとか、靴のサイズを全員切ってですね、まあ靴を発注したりですね、いろいろと大変な作業終わったんで、いいもう嫌が鬼をですね3パターン見せないと周りが怒っちゃうんで、本当に頑張ろうという気持ちでいっぱいです。決勝まで上がらないとダメ。そうなんですよね、前回あのちょっと言い訳してあの表彰式に化粧用来たんですけど、そんなんじゃ納得いかないんで、やっぱり決勝で見せたいですね。おはようございます。写真、はい、